い、レオンチャンネルです。今月もテレビくんとテレマガを買いましたので付録も含めて確認していきます。いつもはこの2種類なんですけど、今回は幼稚園も買いました。なぜこれを買ったかというと、フレッシュパインのロックシードがついてくるんですね。で、幼稚園は980円でした。もちろんこれ狙いだったんですけど、さすがに内容はテレビくんとかテレマガに比べるとヒーロー系の情報はそんなに載ってなくって、もっと子供向けな感じですね。付録はパインのみでした。そしてテレマガは710円で、特急ジャーが表紙ですね。で、付録は列車戦隊特急ジャー列車砲です。こんなのがついてましたね。開けてみましょう。もうできてるんでしょうか。よっと、あー、作るタイプですね。筒状のものとプラスチックのパーツが入ってます。これを作ると大砲になって遊べるそうです。ただ特急ジャーとの関連性は薄いですね。ただ今月のテレマガは特急ジャーの玩具が結構載ってて、情報誌としてはなかなかいいですね。あと1500円出せば特急1号のリュックも買えるそうです。これいいですね。そして最後はテレビくん、今月号は700円でした。そしてもう表紙絵はどの雑誌も特急ジャーですね。で、テレビくんは付録が多いです。仮面ライダーの変身図鑑と激アツゲーム&ホビー DVD、 こんなのもついてます。そして特急1号のお面とロックシードの立体カタログなんてのもついてきますね。これが結構素材感がいいんですよ。こう抜いてこうドンとねディスプレイするらしいです。番号順に全て網羅してますね。さらに特急チェンジャーのなりきりセット、これも作ろうと思ったんですけど結構時間がかかるっぽいので挫折しました。あとはソニックアローとかガイムグラグラシューティングっていうのもついてます。今月のテレビくんは付録すごいですね。そして内容的には特急ジャーの説明とか特急列車チョコ、充電池チョコ的なアイテムですね。これ当たるとクリアラメの特急列車が当たるらしいです。欲しい欲しいな。まあ、その他に戦隊とか仮面ライダーの最新情報は結構載ってます。おもちゃの情報はテレマガの方が多いですかね。では幼稚園3月号に付属のフレッシュパインを開けましょう。今回もおそらく分割して入ってると思いますね。よっ、お、ゴールド、すごいゴールドですね。もうシルバーのベースじゃなくて、もうサイドのカラーがパインの色になってます。ちゃんとクリアパーツですね。わあ、これはいい。うん、感触もいいですよ。ではパーツをはめて、反対側も、そしてフルーツの部分をつければ、はい、完成しました。わあ、今回も透明ですね。そしてベースが派手ですね。ただちゃんとフルーツの断面はクリアパーツですね。そしてパインアームズ、うん、今回もかっこいいですよ。ではフレッシュパインロックシードの詳しいレビュー動画は下の説明文リンクに貼っておきます。ということで今月購入した雑誌を簡単に紹介しました。付録多めなのはテレビくんで、情報多めなのはテレマガで、ロックシードがついてくるのは幼稚園ですね。ただ前回もフレッシュオレンジロックシードがついてくるテレビくんはすぐ完売してしまったので、おそらく今回も早めになくなっちゃいますから、気になる人はなくなる前に購入をお勧めします。以上、テレビくんテレマガ幼稚園の紹介でした。